こんにちは、風船愛好会です。今日のお題の材料は、まあ黒がいいと思うんですけどね。黒の260が3本と、まあ、リボン用の赤、まあ赤でなくても1本というところで、まずは、土台からいきたいと思うんですけどね。ほとんど膨らませます。これで指2本はないですね。これで3センチなんですが、ちょっと押せばいっぱいになっちゃいます。まずは結んでいただいてですね、頭の大きさを取っていただいて、で、それで、ですね、この真ん中をですね、こういうふうにこういくんですね。見えないですね。で、この先っちょを取ってあげて、この反対側、これの反対側にの真ん中に、まあひねっててもいいんですけど、ひねってなくても大丈夫です。巻いてあげれば。ということで、これができます。で、これに合わせるようにここは切っていくんですよね。それでここにまあ耳をつけるわけなんですが、今やったみたいにやってもいいんですが、やりにくければですね、ひねっておった方がやりやすいといえばやりやすいんで、耳がこういうふうに出るということですね。この辺ですかね。僕は同じく、これをちょっと測りましょうかね、じゃあね。これが、8センチちょっとありますね。8.5センチ。じゃあ8.5センチ取りましょうか、ここから。で、あら、逆に詰めてましたね。さて、ではお耳に行きましょうかね。余ると思いますけど、これが10センチ、これで10センチぐらいですかね。よっ。まずですね、ピンチツイストを2つ。かかってきてしまいます。では続いて耳ですが、ね、電話かかってきちゃったんで、途中まで これをここをですね、先ほどひねったところにこう絡む。要するにこれが下から支えるわけですね。
なこれ。それで、ここに、ですね、耳の中の部分なんですけど、これぐらいがいいかな。でこれで、ですね、6センチ、6センチを2つ。で、ロックツイスト。それで、ここをこう巻くんですが、よっ、ちょうどこれが収まるぐらいですね。実は今ですね、一つピンチが弾けてしまったので、しょうがないんで、ちょうどいいんで、ここでピンチをちょっと作りますね。これでもいいんですが、結構ね、実物の頭ですから、このもう一つですね、こういうふうに大きく作った方がいいので、この外側にはい巻いてあげます。で残りは切っちゃいますと。あ、これち逆にいっちゃったな。え、それでこれをはめてあげて、まあこういう感じです。こっちがないんで引っ張られてますけども、同じことをやります。はい、これですね。残念でした。はい、新しいのをちょっと持ってきましょうね。
ということでですね、あとは形を整えてあげて、まあ、こんなような感じになるんですね。で、すでにお分かりだとは思うんですが、これでミッキーになるわけですね。で、今回はリボンをつけてミニにしようかということですね。で、リボンを作ります。あら、これはどこかに穴が開いているということですね。あらら、あ、先に穴が開いてますね。あら、ほら、こんななってます。見えますかね。こんなもん見せなくたっていいんですけどね。はい、でもこれを使うぞということで、頑張って使っちゃおうと。結んでもいいし、結ばなくてもいいんですけどね。結ばないで、ケチなことをやるわけですね。はい、それでこんなにはいらないですよね。まあ、リボンは主眼ではないので特に説明はしませんが、どれぐらいにするか、これぐらいがいいかな。抜けちゃいましたね。慌てず入れて、どこにつけるかなんですが、まあ真ん中でもいいし、この辺でも、今回は真ん中につけましょうかね。真ん中にこういうふうに。で、どうつけるかと。ここ赤いのでそのまま行くとですね、目立っちゃうんで、こういう目立たない色でですね、つけてあげれば目立たないということで、単純にこう、ここに巻きつけてですね、くるっと回してもう一回巻きつけてあげればいいんですよね。
別にこういうことですね。ちなみに後ろはほとんど分かんないと思うんですけど、こういうふうになってます。ということで、ミニの完成と。で、実際こういうふうにですね、まあ、私がかぶってもどうということはないんですが、一応雰囲気としてこうなっていると。ね。ということで、ちょっとずれてたら形を整えて、まっすぐなるようにして、はい。ミッキーじゃないですね。アメリカ産の、ネズミの帽子、男用と女用の完成ということで、風采公開でした。またお会いしましょう。